中国、陰王朝時代の占い後器木に使う亀の甲羅と、太まにに使う鹿の肩甲骨器木は、亀の甲羅を使う木線の一種。亀の甲羅に熱を加えて、生じたひびの形状を見て占う。こう占いとも言う。占いに使う亀の甲羅は、復興を乾燥させ薄く加工したものを用いる。甲羅に、溝や穴を開けた部分に燃やして、熱い波はかきあるいは放棄を押し付け。 ひびが入った状態から、吉祥や方角を占う。甲羅を直接炎で加熱することはない。起源は古代中国大陸で、陰の時代に盛んに行われていた。占いの結果などを彫り込んだのが、甲骨文字である。関代には衰え始め、東大になると、占い感も耐えた。日本列島には、奈良時代頃に伝来、普及したとされるが、実際の遺跡から出土する。 占い校の現状最古の例は、神奈川県三浦市の間口洞窟遺跡から出土した古墳時代後期のものとされる。宮中関連の牧船は、それまでに行われていた日本自家の肩甲骨を使った太間にからに、規木,木へと変わった。当時の支配層は、津島国、伊岐国、伊豆国の裏部を仁義館の管轄下に組織し、規木,木の実施と技術の伝承を行わせた。 裏部の技は、肘かつ苦伝であったため、材料や技術にかかる未解明な部分も多い。なお、古墳時代後期から、奈良時代の遺跡から出土する、占い校の実例では、赤海亀の復興を用いるものが知られる。木木は、21世紀の現代でも、宮中行事や各地の神社の儀式で行われている。宮中行事では、 大城祭で使用する稲と泡の採取地の方角を決定する際に用いられる。2019年5月13日に皇居の宮中三殿で最多天帝の儀が行われた。2018年に行われた準備作業では東京都小笠原村で青海亀の甲羅が調達されている。ありがとうございます。